いやー、疲れた。疲れたわ、マジで。ランニング100周はマジでない。ほんまに、部活いい感じに寒いんだよな、マジで。腹減った。飯食いに行く？サイゼ、まあ、ビッグ丼もありやな。まあ、マクロしばきに行くのもいいな。久しぶりにやりました。久しぶりに大好きな人ってことでもあるってことで、正味あれが俺の TikTok の中でも一番思い出ある印象的な、何ですか、バカバカなことになるこの最近なコラボ多めになってきてます。バイトでございます。今回はなんとですね、 TikTok ベストトップ10を紹介させていただきます。イエーイ。最後よ、2人とも撮りよう。うわぁ、夢上。今回はバイザ2人の動画になります。なんかお互い仲いいって思う理由って何やねん。僕はなんかしょうもないことでも生まれるけどバランスがええと思うねんな、ボケとツッコミ。僕的にはお互いにステップパフォーマンスが残りづらいとして、俺はなんか動画で、まあよく声出して動画撮ってる、正直ネタを考える方だったりとか、こうしたら思うんちゃうかっていうところを、俺が出せないところを出してくれてるところが強いかなって思ってました。こいつめっちゃ早くこいつ顔見れば当たる感じみたいな。多分動画内で輝かせるプラスも使い方ないですよ、うん、けど一番多分僕やと思う。じゃあそれをね今後の動画で期待しましょう。はい、早速TikTokベスト10、はい、やっていきます。はい、まず2人のフォロワー数を教えてください。13万5000人です。3万5000人、1万5000人です。だいたい10っていうことは22万ぐらい。そうですね、32万ぐらい。次、みんなに公開している動画の本数をしてください。僕が127、僕は98本ですね。ってことは225本。実際けど、今まで投稿した数ってどんぐらい。僕は320ぐらい、うん、僕も370。もうだいたい700本。だいぶ投稿してるよな。だいぶ。じゃあその700本の中のトップ10を今回皆さんに紹介します。まずじゃあトップ10お願いします。はい、ハゲとるやないか。やっぱりな、もう2人のテーマの代名詞といえばこれでしょう。ちょっと上がってきたぐらいかなって。俺もこの2人を知ったきっかけがこの動画。これなぜトップ10でしょうか。部活で坊主やって、まあ、結構ありがちなネタなんですけど、まあ、伸びてくれたのってもあって印象強いかなってのもあってちょっと注意かなと。あ、じゃあ次トップ9お願いします。
そうです。これはなぜトップ7なのか。これは、はい、こいつが遊ぶ約束して、うん、ちょっと見たら音源があるからって、うん、で、おったやつなんですよ。全く知らなくて、たまたま流れた時に、その次にコロンがたまたまあで、その時にたまたま頭にマッチして、これ、おもろそうと思って、たまたま乗った側で、ボッと次に、そう、これじゃあ、もう、そう、初めて、あ、ほんと初めて思ったんですよ。だから、今7位っていうところもあるんですよ。はい、え、ほんならここはどうなるの。だから、うん、ここを移行するやん、うん、したらこっちに X がつくね。おお、ほんまやん、すごいやろ、お天才。おい、へぇ、俺は頭グーちゃうねん。おもろい、なんかほんまに独特の世界観あるような2人だけの。これなんで X なのか教えてください。これはこいつがハゲやった時にもうずっとうえアトロクちゃんっていうのほんまにノリでやったんですよ。そうなんや、そうよ、ずっとそうほんまにこれ動画撮れやってるって、ちょっと出してやったらちょっと泣かれるなんかほんまに仲いいっていうのほんまに伝わるわ、そういうのがあって。さあ、はい、じゃあ次トップ5に行きたいと思います。お願いします。このパラギザワールドにちょっと俺飛んでしまったわ。やばいわ、せやわ。はい、なぜトップ5なのか教えてください。これは、まあ、僕たちの変なノリっていうのがあって、たまに言われてちょっと強めでフローバーって言いながらやってる時に帽子をとかドローを帽子とって、その時になんかたまたまこれかなって二人とも急に変わりまして、即興やん。そう、まあ、僕たちって動画撮る時って面白いなと思ってノリみたいなので、こう、ほぼそれなんですよ。タロシさんからのコメントが、ゴールデンを送ってくれた評価もあっての5位でございます。シュールやし、なんかいろいろ詰め込んでる感じの動画やったな。ありがとうございます。じゃあ次、トップ5に行きたいと思います。おぉ、まずこちら、なんでトップ5の動画ですか。僕の推しの芸能人さんと一緒に動画撮って、はい、めっちゃ楽しかったなって思うんで、もう一つですね。これはまあ、僕らはそうじゃなくて、姉様が言ってきて、で、3人で撮ろうって、すごい楽しかった。ね、なんかまあ、えんちゃんの言ったら、まあ、2人とも応援してたから、まあ、推しみたいな、こういうのも中に言ったら、えんちゃんを推してるメンバーが2人いて、まあ、カメラマンのりょうちゃんも一応、えんちゃん、それも推しやから。すごい、えんちゃんがおらんかったら、もしかしたらここにもおらんってことになります。ロールです。えんちゃん、最後まで。おらん。サンキューな。俺よりは。だいぶ来ない。ごめん、こっちは。いや、俺もないわ。俺にもないわ。いや、だいぶ来ない。残るはトップ3でございます。いやどういう動画が出るのか、ちょっと楽しみなんで。おい、進みまいりたいと思います。はい、トップ3お願いします。はい、はい、だだハゲ取るやないかい。いやー、2人で多分笑ってしまえばアルターシリーズ作れると思うね。マジっすか。結構吹いてまうかもしれない。やったぜ。こちらまずなぜトップ3の動画、ロッピーとか、あの人が、まあ、音楽強いっていう、うん、結構作ってくれたんですけど、仲良くなって音源を作ったんやけど、今まで一番うまいったかもっていうぐらいの小さくやって、今まで の, そのネタであったりとか癖っていうのを全部固めた動画がこれやった。そうなんや、すごいね、ロッピーありがとう。次トップ2にいきたいと思います。やめてきれ、やめてきれ、ゲバゲバ。何の動画やこれは。なぜトップ2の動画なんですか。これは僕
がライブハウスに遊びに行った時に、はい、これずっと流れとったんですよ。かも頭から離れへん、動画撮ろうと思ってこいつ呼んでもうなんとなくで動画撮ってで、なったらこれ音がすごい風呂入った時にドビーズバーって言えなかったミーって、思い出深いってのがあった。トップ1が想像つかへんな。じゃあちょっとトップ1の動画お願いします。はい、はい、ボス、次の相手はあいつ。わかりました。よし、銃を起こせ。はい。お前、これレモンティーやないか、お前。ってやった。冷えとるやん、今日も。飲む飲む飲む、これ。うまそうだ。面白い。まあ、トップ1位の理由を教えてください。まあ、これは、まあ、俺というよりも、コマリの時に撮った動画なんですけど、これも、ちょっとしたノリで、ポッてできたやつだったんですけど、これは、そして僕たちも、話し合わなくても1位になるくらいになっていうぐらい、なんか、すごいスッキリして、うまくいった動画っていうのが、これだったんですよ。面白さじゃないけど、思い出が見たんですけど、一番おもろいと思うんだよな、俺の中では、めっちゃおもろいんですよ。なんか、すごいなんか、うまくいったなっていうところが、ここの展開がね、ここら辺行くんですよ。そうやんな、全然想像つかんかったわ。そのファイリーザワールド、これからもまた YouTube でいっぱい見れるってことやんな。そうですよ、全力で出してほしいわ。もう多分それをもう代名詞になると思うし、うるさいぐらいまで、うるさいぐらいまで行こうか。いやもうほんまにな、はい、今後まあ一番年下やけど、はい、グループの中で、はい、もうみんなを引っ張っていくような、はい、ファイリーザワールドを、はい、前回出していってください。お願いします。はい、終わった。ありがとう。全然よし。そんな、いや、なんだ、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。 We are team 4A。 バイバーイ。